こんにちは、すずなり農園の松尾です。無肥料無農薬無効期、そして虫を殺さない無殺生ですね、の農業の可能性を研究して日々実証実験をしております。ですね、今日はですね、さっき穴を2箇所掘ったんですね。2箇所で大体こう土の感じが分かったんですよ。土の感じはまず砂が、摩擦土の砂が堆積してて、ちょっと黒めのやつで、その下に白っぽい摩擦土があって、その下に粘土層がありました。でここ水はけが悪いって紹介されてたんですけど、多分そこで水が全部止まってるんですね。でその下に赤い土があって、で赤白いなんかレバーみたいな、多分そういうのがあって、でその下にまた砂っていうか土みたいなのがあって、なので一旦ですね、その赤白いレバーのところまで、そこがだいたい80センチ、60から80センチぐらいあるんで、そこまで全部掘り返して、でとりあえずその粘土層を壊して水はけを良くする。でその後にそこに藁とか落ち葉とかですね、あとは米ぬかとかですね、そういう自然由来の草とかを入れて、腐食化を促して、微生物たちを呼び寄せて、まずは土をブーストさせるっていう作業をですね、これ前面にやっていきたいと思います。で今はですね、ビニールマルチが前面に貼ってあって、その上にこう草が生えているので、まず草を刈りながらビニールマルチを取って、そこを掘り返すと。とりあえずですね、1個畝を作っていこうと思っておりますんで、一応ですね、ここにこう通路があるので、だいたいこうして、でこっちもお隣さんがいるので、こう1メートルぐらい開けて、こうで、あっちが北、こっちが南、こっちが北、こっちが南なので、南北に基本畝を立てていきたいと思います。ただ風の流れを見てですね、猪苗代の地を見て感じて、猪苗代の地なんか頼高さんの方に書いてあった謎の呪文なんだけど、風の流れを見てですね、風がこうふわーって流れるような畝立てをしてみたいなって思ってるんですよ。それは頼高さんが猪苗代でやってるってこと？猪苗代、じゃあ猪苗代湖の周りで農業やってるとか。違うかも。違う、うん、なんかそういうんじゃなくて、なんか古き日本の言葉みたいなことを言ってた。イカのお寿司みたいな。そうそう、イカのお寿司的なやつっていうのをちょっと作りたいと思います。ちょっと正しいのはテロップで出します。ここにポーって実はこれでしたみたいな。でもね、ちょっとこの端っこからですね、こう掘っていって、さっきここは試し掘りしたんで、もうちょっと手前からですね、この辺からこうずっと掘って、で、粘土の層を壊してですね、で水はけをある程度良くしながら中に腐食を入れていくと、そういう作業をちょっとしたいと思います。妻がマルチ取り班、僕が穴掘り班ですね。これ穴掘ると結構痩せるんで、じゃあこの辺からこう、この辺までこう掘っていきますからね、こうプワーってね。はーい、はーい、ミミズがいっぱい出てきちゃって、ごめんなさい、ミミズがいっぱい出てきちゃった。この白いの何なの？食べてみようか。やめたすいません、砂利みたいだね。音がもうジャリジャリしてるもんね。作物が育つ土の音ではないの。今回はママと一緒だから楽しい。本当？うん。みんな変だけど一人で黙って。さあこれあれかな、間違い？え？あ、本当だ。これ日本の地球化説明だね。これ日本の地球化説明だね。
キセルカタツムリがいました。 Japanese name is here。 あ、出てきてる。あ、かわいそう。着地したいよって言ってる。見える？見る？これ。生きてる。出てきて、ね、こういう子が畑を活性化させてくれるんですよ。カタツムリポニックスで現在照明中です。カタツムリポニックスはこちらです。雨が降って晴れるからムシムシするね。ほんとね。あ、すごいすごい。これあれだね、1メーターイモムシ。あの海岸で見たやつだ。あ、海岸にいたやつか。そう、海岸にいた。ね、海岸にもいたね、うん、あの里芋に行ったやつはもっと違うやつか。これ、さっき喋ってたのはこれです。こういう子が畑を活性化してます。この辺に取れたかもしれない。あ、本当、分かった。分かんないけど、この辺まで植えてた。紐貼ってみようか。まっすぐがよくわかんない。じゃあちょっとまっすぐ測りましょうかね、うん、この辺ここからでいいか。もうちょっと、ちょっと右側がいいみたい。このくらい。もうあと1センチか2センチ反対は左。うん。ちょっとそこで押さえてみて、ちょっとパパも見てみて。うん、よかった。こんな感じ。うん。あ、でもこっから見たらいいね。ちょっとこっち側から見ちゃったから、なんか、こうなってるように見える。じゃあこれでちょっとやってみます。はい。最初のこの純粋がね、重要やな。畑兵で学びました。よかったね。うん。芋掘らないとすごい時間がかかるって。あ、コガネムシの幼虫が出てきた。うん。頑張れ頑張れ。この子も害虫じゃないですよ。絶対殺しちゃダメですよ。この子も畑を活性化させてくれてます。アブコリンちゃんのアブガリズ、小島のため息尊いな、で暮らす機会かな。えいこえいこ、小池へ行く、実家のパチ屋で何をかけた。えいこわいわい、パンダのデザイン、ペペ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 ペほら、これこれ。T レックスの上顎の部分の骨。人のためで。本当だ。